はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている方の生の声を発信していくようなチャンネルになっております。この動画がいいねと思ったらぜひともグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速よろしくお願いします。よろしくお願いします今日はですね、国際協力の中でもアジアとかアフリカで教育支援の活動をされていらっしゃる中村さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、中村さんの自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はじめまして、仲良し学園、そして仲良し学園プロジェクト代表を務めてます中村雄一と言います。よろしくお願いします。僕はですね、もともと教育という場で日本で先生をやっている、まあ、先生といっても本当広くて、通信制高校のキャリアでスタートしてから中学高校、そして今は家庭教師予備校、もう本当いろんな現場で教えてきて、で科目も国数理社 A、まあ、地理とか政治経済とか全教科教えるんですよ、はい、あ、そうなんですね。で学年も小学生、まあ、中学受験、はい、で中学生高校生、時々大学生の医学部の外科学とか生理学とか病理学とか、はい、生物から発展して科学から発展してみたいなところで基本何でも教えるんですね、はい、そんな感じで日本では結構いろんな科目を教えてる、はい、でその活動から海外で勉強ってもっと楽しくできるんじゃないかなと思って教え始めた、うん、まあ、そんな人間です。なるほど、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、何でも教えられるやさんってことですね、はい、よろしくお願いします。ちょっといろいろ深掘りしていきたいなと思ってるんですけど、はい、まず最初にそもそも中村さんが国際協力に興味を持ったきっかけからお聞きしたいなと思ってて、はい、何がきっかけだったんですか。まずこの仲良し学園という個人団体をスタートしたのが2007年なんですね。で当時僕は通信制高校の先生をやっていて、はい、通信制高校ってあんまり聞かないですよね。そうですね、まあ、いわゆる学校でまあ1人2人不登校だったり引きこもりという問題があるんですけど、あといじめとかね、うんうん、まあ、こういう形で1回学校をドロップアウトして、そういうセーフティーネットとして学校1回辞めてもまた単位取って卒業して大学なり就職なりができるようにっていう形で作ったのがまあ通信制高校、はい、でそういう学校に僕が初めて入った時に、もう最初驚いたのは随時生徒入ってくるんですよ。普通の学校って4月入学じゃないですか。でも例えば学校でいじめがあるのが4月限定とかないですよね。仲良くしてたのが急に仲悪くなってとか急に行けなくなってみたいな子で随時生徒入ってくるんですよ。で学校の勉強のバランスもバラバラで、勉強したくない、いじめられて、それこそリストカットだ、少年犯罪だっていろんな子がいる中で、この子らをどうやったら教育して社会に戻していけるだろう、それをずっと考えた時期があるんですね。でそれで勉強を教えて、僕その時すごかったのが、朝9時から5時まで通信制高校で高校の先生ありますよね。それこそやんちゃな子たちとか相手にしながら、で5時終わったら今度予備校に行って東大とか医学部受けるという生徒たちを教えるんですよ。本当真逆に勉強全然ゼロからのスタートと、逆にもう勉強の最高峰というところで真逆を教えてるんですけど、その中で一個気づいたことがあって、例えば東大医学部合格してキャリアを積んでいくと、まあ、その子たちの人生はある程度開けていきますね。こっちの子たちも勉強を教えてこうやってリベンジかけられたら人生変わるんじゃないかなと、で僕はだから勉強しなきゃダメとか、先生にお前は勉強できないからダメだとか、こんなのもわからないのかって言われたこと結構みんなあると思うんですけど、はい、僕ね、勉強できない理由って半分先生のせいだと思ってるんですよ。あ、なるほど。教え方、面白く教えられなくて、僕なんか職員会議とかってつまんなくないですかって。まあね、確かにね。もう校長の話とかよくわかんない、まあ眠たくなっちゃうんですよね。だったら自分ができるキャパをもっと増やせば、生徒たちが勉強面白くなるんじゃないかなと、うん、で勉強面白くなったら一回ドロップアウトしてても卒業して大学行った子もいますし、それから未来って切り開いていけるのかな、うん、でその経験がこの仲良し学園では海外の今アジアアフリカいろんな国で授業するんですけど、うん、そういう子たちが勉強を基軸に人生を切り開いていけたり、ただの物質支援だったりとか、ちょっと行って遊んであげてとか、そのレベルではなく、教育というものに対して自分が日本でプロフェッショナルをやるので、だったらそれを海外に持っていったらどうかなときっかけ始めたのがこの仲良し学園の原点だったりします。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ日本でも教育の格差っていうところもあるけど、そこのフォーカスする中で中村さんはどちらかというとまだ頑張れてない人たちに焦点を当てたと、はい、でそれを日本でやってみたんだけれども、そこは面白いと思って、はい、それも海外に展開しようと思って、はい、途上国に広がっていったって感じなんですね。仲良し学園がモットーとしてるのは、頑張りたくても頑張れない人を応援するというテーマを掲げてるんですよ、うん、だから日本で言えばそれこそ学校行きたいのにいじめや学校行けない理由があって頑張りたいのけど、うん、やれる環境がないとか、まあ、貧困の問題もそうですし、でそれがカンボジアになれば今度地雷が埋まってて学校行けないよとか、うん、そういう子がいたりとか、で例えばルワンダとかジェノサイドで貧困になった家族が殺された、こういう理由で勉強できない、まあ、ストリートチルドレンの子も今後にはいますし、いろんな理由で頑張りたいけど頑張れない人がいっぱいいるんですよね。そういう時に教育であれば、まあ、教えるだけならできるので、なるほど、それをやってリベンジかけられたら、もっと社会が面白くなったらどうかなって考えたのが最初ですね。なるほど、ありがとうございます。そもそも仲良し学園を作られる前は何をしてらっしゃったんで
ですか？もうずっと先生ですね。もともと自分こうやって喋るの好きで、早稲田大学出た時にアナウンサーを目指してたんですよ。はいはい、あ、そうなんですね。ではい、ニューステストとかもやったり、カメラテストもいっぱいやってきたんで、まあ、でもそれこそ某首都圏のキー局最終まで行ったんですよ。すごいですよ、1万5000分の10まで残ったんですよ。すごいな。でも、まあ、結局1万5000分の10だろうと、はい、最初の1時で落ちようと、まあ、落ちたら落ちたので仕事としてはできず、そうなると何しようかな。それで卒業して最初は大手の企業に就職したんですよ、うんうんうん、でそれがゴルフクラブとかね、スポーツメーカー で、うん、で僕それまで自分で学費稼いでたんで、バイトで塾の先生とかやってて、はい、で中村先生のおかげで英語好きになったよとか、うん、勉強楽しいねっていう、そういう喜びを得てたんですけど、就職してみて、お前新人なのにゴルフクラブってすげえなって先輩に褒められて、俺全然ゴルフやったことないですよやったことないのに口八丁で売っちゃって、おじいちゃんが70万もするゴルフクラブを、お兄さんのおかげでいい買い物できたよっていいのかなみたいな、あんま嬉しくなかったんですよね、はいはいはい、でその時 GTO って知ってます？うん、知ってます知ってます。読んじゃったんですよ、はい、俺 GTO なるしかない、先生に感化されちゃったGTO なるしかねえなと思って、そこからもう3ヶ月で企業辞めて、はい、入ったのが通信制高校の先生だったという、そうだったんですね。そういう原点ありますね。じゃあ大学の時はもともと先生を専攻されていらっしゃったんですか？教員免許取ってないんです、その点では。そうなんですね。教職って5時間目6時間目とか、はい、遅いじゃないですか。で僕その時間にまさに働かなきゃいけなかったので、なるほど、取れなかったんですけど、残りの単位を働きながら取って、でそれで先生になりました。すごい、マジかなるほどですね、はい、じゃあそもそもは一般企業に入って、はい、そうです、営業してやってたけど、はい、自分の価値ってそれを見出せなかったと、はい、そうですね。だからそこから通信制の学校で働くようになったっていう話なんですね。で実際そこから海外へ転機するっていうのが、はい、多分仲良し学園経由だと思うんですけど、はい、そもそも海外に視点を向けたところって何かきっかけあったんですか？最初日本中回ったんですよ。昔高速1000円とか高速無料の時期ありましたね。ありましたありました。あの時期僕ね週一で地方行ってました。やば、確かだからもう教科書載ってるとこ大体見てるし、教科書の写真ってものだけじゃないですか。僕の生徒たちはその写真に絶対僕がいるんですよ。あ、そうなんだ。だから吉野ヶ里遺跡とお礼みたいな、あと三内丸山遺跡とお礼みたいな必ず先生がいるみたいなね。もうそういう勉強していくと、はいはいはい、子供たちすっごい勉強好きになって、はい、でまあその中でこの質問の答えなんですけど、カンボジアの地雷、これ英語の教科書で大体出てて、アキラーというカンボジア人がよく教科書に載ってたんですよ。もともと少年兵で、はい、で20歳の時に戦争終わって、そこから自分で地雷を取り始めた、すごい人いるなってずっと英語の教科書で教えてたんですよ。それをやっぱ自分の目で見たいなと思って、うんうんうん、カンボジア行っちゃおうと思ったのがきっかけですね。なるほど。教科書読んでても頭に入ってこないですよね。来ないですね。だから先生がそれを誘導してくれれば、子どもたちはもっとそこに対しての発展っていうところができないんで、はい、それを見てイメージできますよね。こうやって、はい、印象に残れば記憶に残るんで、そうですね、勉強したっていう形になるんでね、うん、じゃあ実際それも含めてカンボジア地雷っていうところがきっかけだと思うんですけど、はい、実際カンボジアに行かれたんですか？2013年、うん、僕初めて、最初は、旅行会社のスタディーツアーで行ったんですけど、それが3番目の娘が生まれた6日後なんですよ。もうだから本当どうしようか迷って、はい、自分の目で見たい、これ絶対見ようと思ってて、はい、だけど娘の予定日があって、はい、でそしたら旅行会社に行ったらもう今回で最後ですと、はいはいはい、でそれが結構僕が見たいもの全部見せてくれてて、うん、エイズ病棟も行くし、地雷原も行くし、うん、学校も行くしって本当全部見れる。自分の妻に相談して、うん、これ最後なんだって、まあ出産には絶対立ち会えるから1週間後に行っていいかなって言って、うん、結構嫁さんと相談を ね重ねた結果、まあ、はい、行ってみなさいよと言われて、すごい本当寛大それで初めて行ってってことなんですよ、はい、でも行ってでも正解でしたね。行かなかったら多分これなかったと思うんで、うん、あ、そうなんですね。でいろんなものを目で見て、うん、学校行ったんですよね。で学校行ったら、あなたの仕事何って言って、僕あ先生やってるよ、あじゃあってもういきなり教壇の前に連れてこられて、授業やってくれと、マジか。現地クメール語で英語も片言だから、はい、どうしようと思って、うん、すっごい単純に、はい、Oh everybody1+1 イコールみたいな、もうこれしかできなかった。そしたらでも生徒が、はい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 、ティーチャー、はい、Yes you choose oh とか、はいはい、これででも生徒はめちゃくちゃ喜んでくれて、はい、まあ、それが僕の海外での初授業ですね、うん、なるほどね。まあ案外そこは緊張もしちゃうし、いやもう何を教えていいかっていうのが何の準備もしてないんで、確かになんだけど、その時気づいたのが、学校で授業するときにチョークって普通これぐらいですよね、まあ、普通これぐらいですね。で、まあ、日本だとこれぐらいで捨てるんですよ。カンボジアのチョークほんとこんなもんで、先生でギリギリこのね1センチぐらいで、生徒は粉をつけて粉で描くんですよすごい。これ見て校長に聞いたんです。チョークだったら日本結構あるし、僕持ってこれるけど、これいりますって聞いたら、めちゃくちゃいりますって言われて、うん、で最初のスタディーツアー3月行って、で僕2ヶ月後の5月にもう今度単身で戻ってます。あ、そうなんですねそれ仕事しながら戻られてる。仕事しながら、カンボジア結構僕らの仲良し学園では、はい、飛行機乗り継ぎうまくやれば1泊3日で帰ってこれるんで、うん、金土日で行って帰ってくるみたいな。なるほど。それで行って授業をしよう
と思って授業して、そうすると学校に気に入られて、岡村また来てくれ、お前はこの特別講師にするとか、はい、話がどんどん大きくなって授業を継続してやるようになったというね。なるほど、そうなんですね。実際カンボジアのスタディーツアーはどれぐらいの期間行かれてたんですか？はいはい、約1週間ですね。でやっぱり一番印象に残ったのは生徒さんの前で授業をするっていうのが一番残りました。はい、そうなんですよ。でも本当はそうじゃないんですね、スタディーツアーって。最初はその地雷のね、ポルポトのとかいろんなはずなのに、ね、はい、僕の中でやっぱ授業で無茶振りされた瞬間に全部が変わりましたよね。すごいなまあそれに適応できるっていうのもすごいけどな。 ね、でもその時の経験がまさに今仲良し学園は同じことを今度生徒たちにやらせます。なるほど。だから僕らは海外連れていく時にただスタディーツアーで見せるんじゃなくて、もう授業やるを前提にしてます。だからあなた何の授業しますかから始まってるんで、まあ、授業やる前提でみんな海外に行くので、まあ、だから同じ経験ができるんですよね。喜ばれるもそうだし、はい、考えてこいつらにどう教えてやろうって頭使いまくるじゃないですか。それがやっぱり僕の原体験で良かったなと思ってですね。はいはい、ありがとうございます。じゃあいろんな経験も含めて、まあ、スタディーツアーっていうところはきっかけで、まあ、仲良し学園の海外進出みたいなところが決まっていくと思うんですけど、ちょっと次の動画では仲良し学園でどういうことをやってるのかみたいなところの深掘りをさせてもらいたいなぜひ思います。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。